はい、皆さんこんにちは。ここからの30分は農業と食が紡ぐ未来の時間です。パーソナリティは私森久美子です。よろしくお願いいたします。このコーナーは私たちが食べることを通して健康と農業の未来を共に考える番組です。今日はゲストに深川市の農家神尾誠さんをお迎えして、再び動き出した食農教育をテーマにお送りします。神尾さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、神尾さんを知ったのは、青年部の時だったので、はい、青年部だと思ってたら青年部の年齢を過ぎちゃった。そうですね、今は青年部を卒業して JA 青年部というのはだいたい40歳ぐらいまでなんですか。そうですね。じゃあ40ちょっと過ぎてしまった。はい、40過ぎまで、はい、青年部の方やらせていただきました。そうですか、はい、大変ですね。いろんな方たちを取りまとめたり、一緒に活動するのをプランしたりしなきゃいけないんですね。いや、すごいやってる時は楽しかったですね。楽しかったですか、はい、自分の作ってない作物を作っている方々と、知り合う機会っていうのはなかなかなかったので。あ、そうですか、はい、有意義な時間を仲間と共に過ごした大切な思いですね。違う作物を作る人と話することのメリットっていうのはどういうことですか。世界が広がりました。あ、はい、そうなんです。あ、そうですよね。例えば水田農家が酪農のことを知ってるかっていうと、そう、知識としてはご存知でも実感としてはなかなかわからないですもんね、うん、そうですね、はいはい、不思議な、そう言われてみればそうなんだなと。で、深川というと米どころっていうイメージがあるんですけれども、はい、神尾さん の農家も、農家なんていうんですか、農場。そうですね、僕も米主体の、うん、お米主体、米主体で、はい、農家をやってます。お米農家ですね。深川のどのあたりですか。駅から見たら北とか、そういう意味で、はい、深川市に一安町という場所がありまして、はい、まあ、大体深川市の中心なんですけども、はい、その中心の中でもちょっと北寄りの方で、あ、はい、山間部で農家の方やってます。そうなんですか、はい、農作業するときに、農地は、まあ、平らですか。山間部なんで、その傾斜があったりする、はい、中山間って言われる。あ、そうなんですか。地域で段々畑って言ったらいいんですか、まあ、そんなに小さい土壌はもう、はい、基盤整備っていう、その田面を大きくするような、はい、作業なんですかね、工事をして、はいはい、作りやすい大きな圃場にはなってるんですけども、うん、のり面っていう、あぜが、はい、ものすごい高いあぜが多い、はい、そういったところで農家をやってます。そうですか。そのじゃあ体にかかる負担っていうのは、その傾斜があるところっていうのは、体の負担も大きいものですか。そうですね、草を刈る部分が大きいということなので、うん、はい、でもそれをなるべく平らにして、その機械も入れるように今はなってきてるんですか。そうですね、はい、うん、それというのが基盤整備事業っていうんですね、はい、そうですか。でやってらっしゃるのは、あとご両親と神尾さんで、と弟と、あ、弟さんもいらっしゃるんですか、はい、忙しい農繁期とかに手伝ってくれます。そうですか。あ、普段は他のご職業されてるんですか。そうですね、普段は仕事、うん、他の仕事をしたりしてます。全部で他の作物も作ってると思うんですけれども、はい、全部で 何ヘクタールありますか。30ヘクタール、31か1ですね、はい、あります。かなり広いですね。いや、もう 僕らぐらいの面積を抱えている農家っていうのは結構多いですね、はい、まあ、北海道の平均に30ぐらいになってますものね。多分酪農家はもっと広いでしょう、はい、でしょうけれども、あ、畑作も広いですね、はい、水田中心でも 2,30 というふうに聞いてますね。多くなってきてますね、はい、で今日はテーマに再び動き出した食農教育ということで、はい、お話をしていただくということに打ち合わせの時に決めたんですけれども、はい、なぜかというと神尾さんと私はSNS 友達から、はい、始まっていまして、Facebook で神尾さんが例えば、地域の女性部でそば打ちを子どもたちとやりましたとか、そういうのをアップしてたり、はい、それから札幌の地下歩で、子ども
深川の子どもたちと一緒に深川米を売ったりとか、いろいろな活動が急に今年は活発にできるようになっているように感じたので、はい、よかったなって、コロナが5類になってできることが広がったんだなっていうふうに思ってたんですけれども、はい、まず一番最近のネタで印象深かったのは、札幌市の札幌駅から地下鉄の大通駅までのあるコンコースというか、そこのいわゆる地下歩の空間で、はい、深川米生産組合というところが深川米を売ったんですよね。そうです、深川米を直接売るんじゃなくて、3号マスっていう、マスで、はい、お米を、精米したてのお米をすくってもらって、そのすくった分だけ買えるよっていう、はい、1回450円で3号マスで満タン、大体500、じゃあ山盛りにして、 そうです、 そのすり切りの3号じゃなくても、そうです、じゃあどれだけ漏れるかっていうことに子供は必死になるんじゃないですか。そうです、はい、漏れれば漏れるほど得なのでみんな本当楽しんでやってくれるイベントになってます、ね、札幌の消費者の方というか、はそうです、ご家族でいらして、はい、家族みんなでそれぞれやったりもするんですか。やったりする人もいますね。そうですか、はい、子供にやってもらったら、子供は精米したてのあったかくて匂いのするお米は触ったことのないんで、はい、精米機も持ってて、精米機も持ってて、その場で精米して、玄米を、それは嬉しいですね、はい、あったかいお米触るってことないですね。はい、大体精米するっていう作業がわからないんじゃないですか。そうですね、で機械のところを見てたら感動するんじゃない。はい、茶色いくな のもみのついてる、はい、もみでいいんですか。ぬかです、ね、ぬかのついているのがをこう機械に入れて、はい、出てきた時は白くなってて、なんで温まっちゃうのかな。摩擦熱で、摩擦、あ、擦るようにするんだったら、擦るようにして取るんですよ。はい、たまにぬかを、米ぬかを欲しいっていうお客さんもいたりして、その時はサービスであげたりこっそりしてます。はい、それは、コロナの前は、ずっとやってたんですか。コロナの時は、コロナの期間はもちろんできなかったんですよね。そうですね、自粛したりしてましたね。やっぱり食品を素手で触る、あ、はい、あ、そうか、イベントなので、自粛してたっていうか、やらない方がいいんじゃないかっていう形で、生産組合の方でもイベント断ったりとか、イベント自体が申し込みが少なかったりしてたので。あ、そうですか、はい、で久しぶりに大々的にやって。そうですね、去年あたりから。あ、去年もやったんですか。はい、やったりしてます。あと地元では毎年収穫終わった後の収穫祭ではやってました。コロナ禍でも、はい、3号マスっていうことはグラムで言ったら大体450グラムぐらいですよね。だけど頑張ってこう山盛りにした場合、こぼさないように袋に入れるですか。はい、袋に入れる前に一応桶で僕がバッと受けるんですけど。で、はい、測ったりしないんですか、グラム。測りはしないです。もう測って何グラムかっていうのは、そこで競争はしない。はい、競争はしないんですけど、でも入れる人で本当900ぐらい入れる人も、本当にすごい入れる人は。3号マスで900グラムですか。はい、どうやったらできるんでしょうね。来年絶対行かなければ。すごい人いるんですよ、本当に。ちゃんと案内くださいね。なんかね、きっといろいろなところで広告出てたんでしょうけど、それは深川だけのイベントじゃなくて、いろいろなとこ地域の、農産物を売るようなイベント で、その一部のブースで深川米を売ってたんです。はい、そうですね、去年はその JP01 祭りっていうのが地下歩であって、それに出させてもらったのと、はい、あと札幌ドームで大北海道祭りっていうのがあったんですけども、それに出させてもらった時も、それもマスでの時。そうです、それは5号マスだったかな、もうちょっともう一回り大きいやつで、はい、やりました。なんか袋の中にじゃがいも詰め放題とか、そういうのは聞いたことあるんですけど、はい、お米測ってっていうんだけど、
あの、ね、初めてだったので、隣のブースではあの深川さんのキュウリの、はい、あの詰め放題一袋、あの袋にそういうのもやってました。そういう時もやっぱり少しでも、はい、袋破れたらダメとかルールがあるんですか。袋破な、もう詰めれるだけ詰めて、あのそのまま詰めれたら持ち帰ります。何円ですか。うわ、いくらだったっけな、そっち、お米は何百何十円とおっしゃいましたか。3号で3号じゃないか、間違えました。5号ですね。5号マスで450円です。5号マスで450円、はい、地元で収穫祭の時は5号マス400円ですね、うん、そうですか。消費者還元じゃないですか。子供ちょう それをトライするのっていうのは大人と子供比率ではどっちが多いですか。まあ、大人の方 の 手が大きいので子供連れてきても大人がやられる人もいますし。そうですか、はい、でも、まあ、子供に体験させたいって親御さんも多いので。そうですね、はい、なかなかね農地までは行く機会が少なくても、まあ、そうやって札幌の中心部で、まあ、その精米機から出てきてあったかくてっていう経験するだけでも、あ、お米ってそういう風にあのスーパーで綺麗な袋に入ってこう積まれて売ってますけど、その前にこういう作業があるんだなって知っただけでも価値がありますね。はい、いわゆる深川米っていうのは品種で言えば何が一番多いんですか。深川米は福林港七つ星、はい、ゆめぴりかを深川米っていう名前の商品として売っています。ひらがなで深川米。そうですね、深川米まで、うん、ひらがなで、はい、その後生産組合は感じ、あの拓殖大学で教えたりすることもあって、神尾さんに会いたいのもあって行ってきた時に、あの宿泊したホテルに、3号入ってずつ入った、はい、300g、2号ですね、はい、入った小さな袋が1袋300円で売ってて、それフェイスブックに上げたらいいねが結構入ってやっぱ可愛いねっていうのと、2号だと袋を開けてね、あのジャーに入れて使い切りでね、はい、楽しいですよね。最近は本当そういった小袋も多く出てますね、うんうんうん、そうですね、そうやってニーズに合わせて売り方も変えていかなければならない時代なんでしょうね。そうですね、はい、でその職能教育ということで、まあ、深川のそのいっちゃんというところで農場を経営してらっしゃる、お父様が経営しているんですか。経営者は経営者は変わりました。僕が経営者でらっしゃるんですね、はいはい、お米とそれから野菜、はい、野菜は何を作ってらっしゃるの。野菜はさつまいもを作ってますね。なあの紅あずまとかそういうのですか。紅はるかっていう品種とシルクスイートっていう 甘い両方とも粘質系のさつまいもなんですけども、はい、まあ、まだ作り出したばっかりでまだ2年目なんですけども、うん、面積は2ターン4セル作ってますね。今人気ありますよね。そうですね、あのうちに出荷しないで置いてあったやつが、うん、今食べるとものすごい甘い、糖度が乗ってくるんですか。はい、すごい美味しいですね。毎日美味しいもんばっかり食べてますね。ずるい。そうですね、冬は太りますね。私冬じゃなくても太りますけど、ね。ごめんなさい、くだらないことで受けてしまった。それで食農教育の話に戻りますけれども、はい、この間年末というか晩秋というような時期、11月になってもまだあの高校生の受け入れをやってるのを、はい、それこそ SNS でも拝見しましたし、はい、この間打ち合わせで深川に行った時にも、お聞かせいただきました、はい、ここはどこのあの地域からいらしている高校、修学旅行のようなもんですか。そうです、修学旅行生です。あの、まあ、その時来ていたのは大阪の高校生ですね。男性も女性もいる学校ですか。男性も女性もいる学校です。そうですか、はい、でもうお米は買っちゃった後だし、どんな経験をさせてるんですか。そうですね、私はスターチスっていう花なんですけど、花も、はい、複合経営で
経営してまして、ハウスで、ハウスです。あ、そうですか。ハウス作の花が約500坪ほど作ってまして、それで500坪と言われたらわからないね。50メートルのハウスが、50メートルで幅が 何メートル、幅が 50? じゃない、長さが50メートル、はい、幅が、6メーター6メーター6メーター半くらいですかね、はい、が何棟かあるんですか。それが5棟 5棟、はい、それで500坪、はあ、まあ約ですけど、それを全部毎日見て歩かなきゃいけないんです。そうですね、収穫が始まると毎日植える時期を変えて出荷する時期を変えるんですか、はい、そういうこともしてます。まあ、秋に11月、最後11月でしたよね。そうですね、11月17日まで取ったのかな、はい、ハウスの中だから作業の経験する学生さんたちはそんなに寒くないですか。そうですね、暑い、はい、暑いって言ってました。今年は暖かかったんで。そうですか。でその どちらかというとその職能教育というと、野菜や、はい、水田 の稲を植える植えたり収穫したりという経験をするっていうイメージを持ってしまうものなんですけど、そのお花のね収穫するとか、はい、そういう戦果っていうんですかね、こうより分けたりする体験するっていうのもすごく素敵だなって。お花に対するハードルが低くなって、ありがとうございます。好きな女性ができたら花をいっぱいあげてほしいなと思ったりもしますけれども、どんな作業をしてもらってるんですか。花をまず収穫してくれる収穫してもらう作業もしてますし、春先に来てもらった高校生には植えてもらう作業もしてもらいました。春の時は植え付け、はい、スターチスって植える時はどんな風に植えるんですか。植える時は苗の状態で農家のところに届くんですよね、はい、あ、そうなんですか。その苗を、まあ、マルチに穴が開けてあって、うん、はい、そこに刺していくっていう作業ですね、はい、ですね、マルチ知ってる人は知ってるけど、ディレクターの一姫さんは分からないですね。植えるところに、はい、ですね、こう土を盛り上げて、はい、土を盛り上げてそれにビニールかけて、ビニールとかポリの被覆剤を貼るんです。それが覆ってしまうんですね、はい、覆ってしまうんです、はい、それがマルチっていうものです。それは、暖かさを保持するためですか、それとも何か他にいいことがありますか。はい、暖かさを保持するマルチももちろんあるんですけど、色が黒くて遮光、厚くなりすぎないようなマルチとかもあるんですよ。あ、じゃあ時期によって使うものが違うんですか。そういった作物もありますけど、うちで使ってるのは春先の寒い時は保温ができて、はい、夏の暑い時は遮光になるような、うん、そういった白、表面が白で裏面が黒のマルチを張ってるんですよね。表面黒、すごいいろんな種類があるんですよ。で、内が白ってあるんですか。表面が白で中が黒です。黒、はい、私白いものは上も下も白だと表も裏も白だと思ってました。もういろんなマルチがある。一度も表と裏が色違うって考えたこともなくどんな農家に行っても、まあ、こんなもんですね。消費者の知識なんてお恥ずかしいことです。それでそこにこう苗を植えるためにこう等間隔で穴を開けとくんですか。そうです。でそこに植えさせる。はい、そこに植えてもらいます。手でこう持ってグッて入れるんですか。はい、差し込む感じですね、土の中に。初めなんかこう怖いっていうか、あ、心配そうなやり、うん、感じでやるんじゃないんでしょうか。そうですね、するに、はい、どんな、まあ、ドキドキした、みんな不安そうにやってます。はい、でも何ヶ月か後にこんなに大きくなったよっていう写真とか送ってあげたらすごい喜びます、ね、はい。でまた違う学校が来て、今度もう植える時期は終わってたら収穫する、はい、収穫したり、はい、大体関西方面から来る学生が多いんですか。そうですね、最近は関西が多いですね。そうですか。で、収穫するってことは切らなければいけないわけですけれども、はい、
根元から切るのか、根元っていうか土に一番近いとこから何センチのとこから切るのかとか、なんかルールがあるんですか？僕はなるべく下から切ってくれって言ってます、はい、初めて切る瞬間ってどんな緊張しますか？やっぱこう、そうですね、緊張してますね。本当にこれと花摘んでいいのみたいな、はい、ハサミですか、まあ、思い切っていけて、それとカマとかハサミです、ハサミ、はい、言うんですけど、一本ずつですか？一本ずつですね。でそれを束にしていくんですか？そうですね、その後に栓化っていう作業に入ると、はい、箱に、束ねて入れるとこまでの作業も経験してもらうんですけど、はい、その前に束にするんですよ、10本、はい、で1束、はい、まあ、やってもらいますね、それを、はいはい、なかなかうまくできないんですけど。何が一番うまくできないです？縛るのが、縛り方も教えるんですけど、まあ、おぼつかないんで、うん、最初はバラバラになったりとか、はい、しますね。で小さな葉が下の方からいっぱいついてると思うんですけど、はい、そういうのを取ってもらうところも教えますし、その取るのってかなり多分素人にとっては勇気がいることじゃないかと思うんですけど、まあ、どうですか？目の前で僕がむしってあげればこうやればいいんだなっていうのを分かって、思ったよりもみんなそこにはあんまり怖がらない。何分間で何束作るとかいう競争しないんですか？したことはないですね。今度やってみたそうですね、時間よりもでも丁寧なことの方が大事ですかね、はいはい、いや慣れてきたらそういうのも面白いかもしれないですね、はい、もうぜひ取り入れて、そうですね、やってみたいなというふうに思います。今までいろいろな子どもたちとにその職能教育ということで体験させていただいて、まあ、花をそうやって束にして切るっていう、こうせっかく育っているものを切るっていうのもそれなりに子どもにとっては勇気いるでしょうし、はい、それはトマトでもキャベツでもキュウリでもきっと同じように、なんかこう、はい、その場でこう生きて育っているものを遮断するから何とも言えない気持ちがあるんじゃないかなって思うんですが、そういうことは言葉では表現しないものですか？そうですね、本当にやっぱ売り物、僕農家さんの売り物をなるかならないかわからないじゃないですか、はい、収穫する人は本当に取っていいのとか思うと思うので、その辺で怖さはあるのかなと思いますけど、うん、もういいからって言って頑張って思い切って切れって言ってますね。で束にきれいにできて、はい、ね、その時の達成感みたいなのって、例えば不安そうな顔してやっていたのが終わってこう綺麗に箱に入れて束にしたの、はい、その時ってこうなんていうのかな、晴れ晴れしてる顔になるとか、 なんかこう、はい、作業って何時間ぐらい続けてするんですか？まあ1時間収穫して1時間栓化してとか、あ結構な時間ですね。はい、うん、そうですね、泊まりに来るの で、 そうですか、はい、時間はたっぷり取ってあります。本当なんとなく感じ変わってきますか？実質作業、ね、おどおどしてやってたのが、はい、そうでもなくなってくるみたいな、はい、やっぱり慣れることによって、うん、自信がついてくるというか、はい、うまくいったものはうまくいったよってちゃんと言ってあげたら、はい、どんどんうまくなっていくし、うん、褒めて伸ばすようにしてます。神尾さん自身も褒めて伸ばされたんですか？親御さんに。いやそうかもしれないですね、はい、子育ての上手な親御さんだったんですね。そうですね、先輩方含めて、うん、いっぱい褒められたんだと思う、褒めてもらってきたんだと思います。うん、はい、いいことですね。なかなか褒められることってないですからね。そうですね、学年が上になればなるほどないし、社会人になったら余計なくなってくるし、うん、で神尾さんがその31ヘクタール、農地で、はい、農産物を生産しながらもそのいろいろな地域の活動の役員などもされていますし、でそれでも職能教育に子どもたちを受け入れていろんなことを体験させたいっていう思いっ
ってそのモチベーションになってるものっていうのはどういうものなんでしょう。はい、まあ、今年で言いますと本当大阪近郊の子どもたちがたくさん来ていただいたんですけど、はい、まあ、大阪の近郊でもお米見たければ滋賀のあたりでは米もすごいたくさん作ってますし大阪でも作ってますし、はい、施設野菜だってすごい愛知の方とかまで行けばものすごいたくさん花のハウスありますし、まあ、林業も含めて農業食の教育やってるんですけども、林業だったらもう伊勢なんて本当本場じゃないですか農業、まあ、そういう農業が皆さんの近くに実はたくさんあってでそういうことに気づかないで生活してる子どもたちに少しでもフューチャーしてもらえるっていうか、はあ、はい、見てもスポットライトを当てて、うん、当ててもらえるようにしたいなっていうのが、はいはい、僕の思いですね、まあ、一度知ってしまえば興味湧くか湧かないかはその子次第ですけど、はい、知らないものは興味も持てないので、はあ、まあ、知識を得ることが、はい、興味の入り口だと思っているので、うん、まずその知ってもらうっていうことを、うん、誰かがやらないといけないなと思ってて、うん、で、まあ、僕がやってるって言ったらおこがましいですけど、まあ、自分のできることはやろうと思ってやってます。そうですね。例えばそのスターチスってこう少しこう乾燥したような感じの、はい、そうですね、ドライフラワーにもすごい使われるなりやすいし、それからまあ、日持ちがいいというか、はい、長い間飾っていけるし、私も大好きな花なんですが、はい、ちょっとそれに合わせた服なんですけど、そうですね、色がスターチスの色ですねそうするとこのスーパーや花屋さんに並んでいる花はあの時神尾さんのところで体験したように、うん、みんなが育て農家の方が一生懸命育てて、そしてああいう葉っぱを取ったり束ねたりそういうのを、経てそれから出荷されてこうやって店頭に並ぶんだなってことが頭の片隅にちょっとでも浮かんでくれれば、はい、農業の理解者になってくれるんじゃないかっていうことが大事だと思ってるから続けたいってことなんですね。はい、そうですね。はい、スタチスは物価なので、はい、お墓に行けばいっぱいあるのでそうですか、はい、ぜひ皆さん今の神尾さんから聞いたお話を、頭に浮かべながら 何でも、手に取って食べたり見たり、楽しんでいただけたらと思います。神尾さん、今日はいいお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。来週はゲストに江別市の酪農家の川口彌仁さんをお迎えしてお話を伺います。来週もぜひお聞きくださいね。ありがとうございました。